イザベラ・フォン・バイエルンは、バイエルンの王族、バイエルン王女。全名は、マリー・イザベラ・ルイーゼ・アマーリエ・エル・フィラ・ブランケ・レオノーレ。イタリア王族のジェノバコ・トンマーゾに嫁いだ。イタリア5名は、イザベラ・マリーア・エリザベッタ・ディ・バビエラ。バイエルン王ルート・ビヒ一世の4男、アーダルベルト王子と、その妻のスペイン王女、アマリアの間の長女として、ミュンヘンのニンフェンブルク宮殿で生まれた。 1883年4月14日に、ニンフェンブルクにおいて、ジェノバコ・トンマーゾと結婚した。トンマーゾの姉マルゲリータは、イタリアをウンベルト一世の日であった。イザベラは1924年、帰還支配案により、ローマで死去した。夫のトンマーゾとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。